スターの破壊を受けて司令部は撤退したが、残りの退避を前にして帝国軍が迫っている。敵はストームトルフ。はい、どうもニアです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。私の軍隊2人しかいないんですけれども、なんか多分人数がこちらも全然少ないというね、少数精鋭で戦うヤビン4防御側となりました。辛そうだなこれ、辛そう。さすがにね、マークしたぞ、マークしたぞ、来るな。真ん中に爆弾設置されておるしな。いやちょっと人数が足りないね人数が足りない。この人はなんか放置だこの人は放置でござる。ちょ人数が足りないこれ。ちょ真ん中を早々に明け渡さなきゃいけないんだが、これ解除に行こうに向かう。いるからさ、普通にターゲットを捕捉した。いるんですよそこ、それは分かってるんですけど、真ん中ちょっと無理があるか。人数が少ないのがマジできつい。真ん中を早々に明け渡したが、はい、いなくなる。まあそうだよな、そもそも操作してないから操作してないから音入れパターンもあるからな。おーい、これ少数精鋭戦どうなるんだ。俺たちはボコボコにされて終わっちまうのか。 ST 来たら守れないからな、ここ外途中から来てくれ。グレネードを使用する。いや、ここで ST はかなりきついね。ここで ST はマジできつい。守れるか俺たち。とにかく ST を先に取って人数を稼がねえと。帝国軍の指揮官クラスだ。まあ指揮官も来るよな、これだけ進んでいれば。ただ我々の分隊全て人が揃ったぞ。人数削ろう。あ、でもこっちもヒーロー出てるからいい、いい、別にこのあれで頑張る必要ない。マジでこのフェーズで頑張る必要ない。このフェーズは我々不利がどうしてもあったから、我々の不利がどうしてもあったから。こっから、こっから、俺たちはこっからよ。地形的な優位はある、地形的な優位はこちらの方がある。地形的な優位はこちらの方がある。頑張るぞ。 ST をとりあえず削りたいね。こっちじゃなくて ST が来るから、とにかく我々は第一フェーズ苦しかった分、人数を削りに行くしかない。敵が野営地を攻撃中。味方は反対側行ってんのかな。いや反対側行ってるなら反対側行ってるでいい、いいと思う。いや行ってはいない。反対側行ってるなら反対側行ってるでいいんだけど反対側にも行ってないのに削られてるわ、かなりやばい。ヒーロー何やってる。お、ここも進軍されてるぞ。進軍されてるって。レイダーが帝国軍に加わった。
いいよ、削ってるよ。野営地を手放すことになる。野営地捨てちゃうのか、もう野営地もう捨てちまうのか。オッケー。降りた可能性もあるから、野営地捨てるの早いな。ナイス。人数削りたいから。また来てない ?ST。ST だいぶ来てるね。どうしたか。倒してはいる。またいる。またお前か。しっかり防衛しよう。守るぞ。地形的に俺たちの方が有利だ。来てるぞ。裏がやばい。裏が。裏がやばいって。誰か来てくれ。タモレザコントロールが。裏取り見てないか。裏取り見とらんか。うちのヒーロー若干出張気味だから。ここで相当人数稼がないときついんだよな。え？なんで？味方いるやん。なんで死んでない今ので。なんで今ので死んでないんだよ。今ので死んでないんだよ。取り返すぞ。正体不明の人物が帝国に加わった。手ごわそうだ。 SD 警戒を続ける。なんであいつ死んでねえんだ。いいぞ。毎回同じやつにやられる。毎回同じやつにやられるぞ。SD 警戒に行く。少数制で勝ちに行こう。くそ。ただいいぞ。悪くない展開ではある。悪くない展開ではある。ヒーローはどこに行ってんだろう。結構出張気味なんだよな、うちのヒーロー。うちのヒーロー結構出張気味なんで。敵はそろそろ退去してやってきそうではある。なんかいる。後ろ。なんで死んでないの。対していいか。後ろからベイダー来てるな。ナイス。スカイウォーカー司令官。スカイウォーカー司令官が来てくれている。途中から合流してくれた頼もしい勇者たちが。痛すぎ。近接反応地雷。おお、中入って浮いたんだ。来たね、圧をかけてきたね。さすがに残り数人ともなると圧をかけてきているが、どこの前に入り口。探せ探せ。
探せ。オーケー。データの消去が完了した。闇にはもう何もない。帝国軍に砕けある。新しい基地で仲間と合流する。まあ、それくらいハンデがあってもちゃんとやればね、闇の方は戦えるんでね。なかなかヒーロー、自由プレイだったね。まあ逆にそれがあれなのかもしれないね。敵には刺さってた可能性はある。まああえて自由に遊撃されてるときは無視すればいいんだけど、無視してさっさと作戦行動だけを中心に展開すれば、相手も来ざるを得なくなってきて、っていう流れに持っていけるんでね。まあ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 。まあ、花から味方はあれだったっぽい気がするけどな。早めにポイント稼いでヒーローを使って、荒らしながら状況を見て、っていう感じの動きだったのかもしれん。はい、というわけでね。まあ、人数が少ない状態でもね、あえて抜けちゃうのではなく、味方を信じて戦っていればね、援軍も来てくれるし、まあ、その時の、キルカメでちゃんと働いてる動き、ちゃんと分かってる動き、戦う、勝つ気がある動きをしてれば、うわ、なんだこの負け試合かよってならずにね、味方も残ってくれるんで、やっぱりね、見てないところでもしっかりとプレイする、真面目にやることが大切だということが分かったんじゃないでしょうか。というわけでね、今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。